2020年2月7日、韓国メディア、エクスポーツニュースは、ソウルで行われているフィギュアスケートの、四大陸選手権に出場している坂本花織の衣装について、旭日旗を連想させる、と問題視した。坂本は6日に行われた女子ショートプログラムで 73.07 点を出して4位につけた。この日、坂本は鮮やかな赤い衣装をまとっていたが、エクスポーツニュースはウエスト部分にある、放射線上に広がるラインデザインについて、旭日旗を連想させる、と指摘。特に、坂本が演技の最初のポーズを取るために腰を曲げ、左足を後ろに伸ばした時にその部分が強調される、としている。また、他の国際大会に出場した際にも物議を醸した衣装だが、坂本は韓国で行われる大会でもこの衣装を身につけ、拍手を受けた、とし、意図的ではないか、とも指摘している。ということですが、とりあえずさすがに、韓国もフィギュアのファンは特にでしょうが、どこが戦犯機なんだ、との声も上がっているとのことですが、少し前には、やたらと被害国に対する配慮とうるさい大人ようですが、そもそも尻滅裂が通常運転。南北に長いベトナムの新中あたりに、クアンナム省という場所がある。ここにハミ村という小さな村があり、当時の人口は160なほどだったそうです。1968年2月24日朝7時ごろ、この小さな村を韓国軍の青竜部隊が襲撃しました。そして135名の命を奪った。被害者は全く戦闘員でもなく、ほとんど女子供と老人です。韓国軍は、虐殺の数日前から村民にパンを配っていたそうです。そのためこの日もパンをくれるものと思い、ほとんどの村民が子供を連れて集まった。一説には効率的に虐殺を行うために、このような手法を使っていたとも言う。事実、他の場所では子供の口に、キャンディーが入っているケースも、多かった。キャンディーで釣って生きたところに集めて、虐殺すると手法を使っていたということです。20世紀も末頃になって、当時の韓国軍青竜部隊の、軍人グループは、ハミ村に事件の犠牲者の、追悼碑を建てるために資金援助、約2万5千ドル、をすることになった。追悼碑の碑文に書かれていた言葉に対し、内容が記録には残っていますが残酷すぎるため各自お調べいただければと思います。そして参戦軍人グループは、韓国政府に碑文の修正を申し入れるように要求。韓国外交通商部はベトナム政府に対して、碑文の修正をしなければ、建設費を援助しないと脅迫してきた。そして参戦軍人グループも要求を受け入れないと、追悼碑の竣工式は参加できないと通告してきた。その後、韓国外交官がベトナム政府や、地方政府と交渉することになる。その外交官は李家達順、イ・ヨン順、である。彼はベトナム政府と会談して次のような発言をする。私もその、恨みに固まった文言は必ず修正されなければならないと思った。歴史は歴史として長く伝えられる必要があるかもしれないが、ベトナム人の韓国への憎悪心を広大に受け継がせることは、双方にとって益にならないので、どうしても防がねばならないという思いであった。そして、クアンナム省の幹部たち、約30名に、このような発言をします。私たちは皆さんの友人です。ところが、この村の追悼碑は友人である。韓国人への憎悪心を長く忘れずに記憶せよ、と教えている。友人への憎悪心を子孫まで伝えて、何をどうしようというのか。過去の事件を否定するのではない。しかし、私たちの間でこれ以上の憎悪心は良くない。この中で、まだ韓国人への憎悪心を残している人がいるならば、この場で私たちに鬱憤晴らしをしなさい。そして過去を忘れなさい。日本人であるなら皆こう思うのではないでしょうか？どの口が言っているのか？冒頭のようにそれぞれのところでは、仲良くやっていって、少しずつ理解しようとしているのに、勝手にガソリンに火をかけて燃え上がらせる、お隣さん。そんなに旗が気になるなら、東京五輪ボイコットしてください、と私管理人は思います。皆さんはそんなことないですか？